詰めて描いていた力作、七星にとっては2年間の集大成だ。世界の物品を召喚するわ。その理論を聞いてみても、より多くの魔力が必要だと今までの実験保存の法則が、大抵魔力が肩代わりしているということ。じゃあ説明は終わり。何かおかしい。失敗ね。ご苦労様。今日はもう。この失敗はかなり響いているんじゃ。今日は休もう。な。師匠。病気ですか。似たようなもんだ。さあ、サイレント殿。なるほど。彼女は好きで研究をしている。